し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり。臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。帝国海軍はハワイ方面のアメリカ艦隊並びに航空兵力に対し決死の大空襲を敢行し、シンガポールその他をも大爆撃しました。大本営海軍部、今日午後1時発表。1、帝国海軍は本8日未明、ハワイ方面のアメリカ艦隊並びに航空兵力に対し決死の大空襲を敢行せり。2、帝国海軍は本8日未明、上海においてイギリス砲艦ペテルン号を撃沈せり。アメリカ砲艦ウェイク号は同時刻我に降伏せり。3、帝国海軍は本8日未明、シンガポールを爆撃して大なる戦果を収めたい。4、帝国海軍は本8日早朝、ダバオ、ウェイク、ガムの敵軍事施設を爆撃せり。皆さんお久しぶりです。経営コンサルタントの中野です。
皆さんすでにご存知のことと思いますが、ビットコイン、あの私たちが愛してやまなかったビットコインの価格が本日700万円を超えました。ついこの間まで、つい1年前まではカルロス・ゴーンさんが捕まり、ファーウェイの副会長がカナダで拘束され、つい1年前まではビットコインももう息絶え絶えで、その価格は36万円まで落ちてていたと記憶しております。そのビットコインの散々な目にあったその生涯を今高らかと塗り替えようとしています。コインマーケットキャップを見てみましょう。今日は2021年4月14日火曜日夜の21時30分にですね、アメリカコインベースという仮想通貨取引所がナスダックに上場します。それに向けてお祝いムード一色になっておりまして、時価総額はなんと246兆円と、はい、私が3年前に見た、ビットコインが250万円になった時は93兆円でしたからね、3倍にはなってます。で、一番低い時は19兆円にまで落ちましたね。これね、ビットコインが36万円まで下がりましたね。そして今や見てください、夜のね21時30分を前にビットコインの価格は700万飛んで3万6930円ですね。で、イーサリアムですね、イーサリアムが26万円をつけてます。さすがのイーサリアムですね、26万。そしてバイナンスコインですね、なんだかんだ言いながらバイナンスコイン持ってると手数料が安くなる、6万3000円まで上がってます。そしてなんとリップルですね、一時、もうどうしようもない金額、3円とかね、2円9銭90銭とかね、もう一時400円までつけたあのリップルが、名前もリップルという名前がなくなってしまって、 XRP とみんな大好きだったリップルが XRP になってしまってね、でみんな買わなくなってしまって、韓国人も買わなくなってしまったと、日本の女の子も買わなくなってしまった、リップルはリップクリームだからリップルだと、可愛いじゃないかと、それが XRP に変えた途端もういらねえよとアメリカの国税、アメリカのね、金融庁にも訴訟を起こされ、一時は本当に大変な目に遭ってましたね。それが今や輝かしき208円69銭200円ですよ。恐ろしいですね。そしてなんとカルダのエーダが166円です。これどこまで上がるんですかね、これね。まあビットコインは年末ですね、今年の年末ビットコインは僕は1000万円がいいとこだと思っています。もう2倍はいかないですよね。はい、イーサリアムは40万円がいいとこです。バイナンスコインはちょっと分かんないですね。リップルは僕が思うには600円がいいとこだと思ってます。600円ね。カルダのエーダは600円ですね。これもいいとこだね。だからあんまりね、もういかないですよ。リップルあと3倍、カルダのエーダあと5倍ぐらいか。はい、あとみんなびっくりすると思いますけれども、同時コイン、はい、ただのね草コインの両替コインだった同時コインがなんと14円、今日1日で 76% 上がってます。これなんで上がってるのか、14円ですよこれ、同時コインが、これ 0.01 円とかだったよね、これ 0.01 円とかだったでしょう。
ドージコインなんて。だってこれビットコインから換金するとむちゃくちゃ桁数いっぱいになりましたもんね。で、ドージコインは、桁数が多いのでね、草コイン買うときには、ビットコインから一回ドージコインに変えないといけないんですよね。それで皆さん、ドージコイン、ドジナコインってね、ドージコインって言ってましたけど、これは、アメリカのですね、億万長者、電気自動車の、ステラの創業者がですね、ドージコインこそが仮想通貨だと今言い放ってるんですよね。自らもね、ビットコイン700億円ぐらい買いましたけど、次はドージコインが来るって言ってるんですよ。まあ、そんな有名な人がね、言ってんだから、やっぱりこう、嘘だろって。何百倍になってんだよって感じですよね、これ。嘘だろって。これまだ上がるかもしれませんね。あと、ステラおばさん、シータ。まあ、知らないコインが増えましたけど、V チェーン18円ですよ。これもう 0.1 円とかでしたね、これね。180倍になってますね、V チェーンね。はい。あとは、特筆すべきところはですね、iOS ですね。国内でも買えるようになった IOST がですね、ものすごい上がってますね、今日はね。ということでね、仮想通貨 IOST がもう8円、もう9円ですよ、これ。ってこれ 0.5 円とかでしたよね、これ。こう億万長者になった人いるんじゃないですか、IOST も含めてね。まあ、3年前にね、私、日本全国各地に、赴いてですね、まあ、草コイン買いました。まあ、こういうものはあんまり買ってなかったですけど、ただトロンとかね、有名どころトロンとか、イオスとかね、有名どころは買いましたからね、あとは、あれも上がってきたんですよね。あれってか、もうちょっと忘れちゃいましたけどね。まあ、リップルは特に上がってますね。カルダネーダも買った人はものすごい上がってますね。まあ、私のね、周りでも億万長者になりましたっていうね、まあ、億万長者はまだいかないけど、3000万円利益上げました、5000万上がりましたっていう方からのね、ご連絡が来ていますのでね、まあ、ね、本当に良かったなと思います。はい、あとですね、仮想通貨じゃなくて、ドル円 FX ですね。今ちょっと上がってますけど、一分足ですからね、これね。今朝ほどですね、109円割れて108円台に入りましたね。これね、今朝ほどドーンとしたんですよね。朝の中にはなかったですね、今日ね。で、今、4時37分なんで、ロンドン中値がまあ今始まってますけど、大したことないですね、これね。ロンドン中値始まってますが、まあ25ピップスぐらいで大したことないですね。まあ、そうですね。ここら辺が、あ、ちょうどそうですね。ここら辺が109円ですからね。今109円1銭ぐらいですね。で、また108円に戻りそうですからね。こうやってね、ビューンってね。で、まあ、私の予測だと、108円、ジャストぐらいですね。ジャストぐらいで、このショート下げは止まって、今度まあロングに入ってくると思ってます。で、利益はね、今1億1000じゃなくてね、1134万9000ですね。まあ一番いい時は1300万ぐらいありましたけど、この辺ね。まあ全然またすぐ行くんでね。はい、利益は1131万9460円ですね。はい、なってます。まあだから108円ちょうどくらいまで持って、あと100ピップスぐらいまで持ってですね、102ピップスぐらいまで持って、そしてね今度はロングポジションにね、切り替えようかと思ってます。だからそうですね、108円、この辺か、まあ、この辺まで落ちて、上がると150ピップスぐらいね。で、また300ピップスぐらい落ちて、150ピップス上がっ
って、で、こんな感じで繰り返すんですよね。こんな感じでね、登るときもこうやって、押し目をつけて、まあ、ここは押し目つけないで一気に行きましたけどね、ここも押し目つけて、押し目ないときもありますけどね、こう、スーストーンって、ここはなしで、つってストーンって、次の押し目でこうやってね、ありますけどね。まあ、こんな感じで行くと、まあ、大体こうやってね、ボコ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 してるだけですからね。ただ、こういうのもね、やっぱりこう、100ピプスとか、70とか結構あるんですよ。こうちっちゃいところを細かく取っていくとすぐ億万長者になっちゃうんだよね、 FX ってね。はい、ということでね、今日は、もう一度ですね、仮想通貨を見てみたいと思うんですけれども、仮想通貨コインマーケットキャップですね、まあ、ビットコインがね、まさか700万になると思わなかったですね。どん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 落ちてきちゃってね、250万からね、まあ80万とか70万とか60万が長かったですからね。で、60万円ぐらいで買って持ってる人はもう10倍以上になってますよね。はい、だからまあ60万で買った人は640万の利益ですね。まあすごいことですね。本当にすごいことだと思います。1個だけ買っとけばね、よかったってことですね。まあ、本当にすごいことですね。ただね、このタイミングを逃した人は意外と多いと思います。はい、こんな上がると思わなかったし、まあ、カルロス・ゴーンさんが捕まった時にね、まあ、ビットコインが、まあ、仮想通貨全体が、冷え冷えしてしまいましたからね、その時にもう損切りしてもいいやと、こんなのやるかと。あとはまあ財布のね、草コインも全部、消滅させられてしまいましたしね。あと草コインと専門取引所の、コインなんとかとかね、あとサトシトレードサトシとかね、取引所自体がなくなっちゃいましたからね。まあそういうので今持ってれば億万長者だったのにっていうのも、まあ、パンディエックスとかもね、上に来てますからね。今持ってれば億万長者になったのにっていうね、取引所自体がなくなっちゃってね、苦しい時にね、まあだからひどい話ですよね。ノアコインなんかもね、あのまま上場しとけばね、今このバブルに乗って億万長者になった人いると思うんですよ。ノアコインもね、うぞうむぞうに上がってますから、何でもいいからね。それをまあ上場廃止したもんだから、まあ、ひどい目に遭ってますよね。はい、ということでね、今、FX、ドル円 FX は、まあ、あれ、そうですね、ロンドンの中ではね、ちょこっと上がってるだけで、ほんのちょこっとですね、もうこれ、75移動平均線に引っかかってるんでね、これで、15分足でね、これ、ストーンと落っこっちゃいますね。はい、もう30分足、1時間足だったら大したことないです。もう本当に。ゴミみたいなもんですよね、この上げはね。はい。で、まあ、今4時間足で、ここの前にね、200移動平均線に引っかかってるんで、これストーンと落っこって、まあ、108円か。ひょっとしたらここまで行くかもしれないね。ここの線までね。300移動平均線までね、107円。107円70銭ぐらいまでいっちゃうかもしれないね。それからの反発ですね。はい、ということでね、まあ今利益は1130万、これはね、まだ表示はデモでやってますけど、まあ当たり前ですよね。これだって口座バレたら大変なことになるからね。口座バレたらみんなでハッキングアタックして口座凍結しますからね。3回パスワード間違えると凍結しちゃいますからね。でこれがなくなっちゃうし大変なことになるんで、こうインターネット上でね、表示するのに口座名義をさらすわけないですよね。でこれまあこれボタンを押したらリアル口座ではきちんと同じ金額がね、で同じロットが入るようになってますから、僕のプログラム開発してるんでね。はい、ということでね、今日はこの辺でね、終わりにしたいと思います。仮想通貨、爆上げおめでとうございます。今年ね、年末にかけてビットコインは1000万円を目指すと思います。それでは失礼いたします。